2020国会開催日報道を始めさせていただきたいと思います。本日の司会を務めさせていただきます、九条コアスタの七山奈穂子です。よろしくお願いします。それではまず最初に、今国会開催しますけれども、共に頑張ろうの決意を込めて、コールを行っていきたいと思います。今日のコールは選議委員会の山本さんです。お願いします。こんにちは、小学生の皆さんもぜひ一緒に声を上げていきましょう。君たちのあれだよ、戦争報道発動を止めよう。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 今すぐ廃止。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 共謀罪と新設反対。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 人権抑圧絶対反対。人権抑圧絶対。人権抑圧絶対反対。人権抑圧絶対反対。共謀罪の新設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 反対。憲法破壊絶対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 反対。憲法改悪絶対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 反対。戦いの平和建設反対。戦いの平和と建設反対。戦いの平和と建設反対。戦いの平和と建設反対。沖縄弾圧今すぐやめろ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 。機動隊帰れ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 。今すぐ帰れ。今すぐ帰れ。弾圧やめろ。弾圧やめろ。安倍政権の暴走を止めよう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 。戦争する国絶対反対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 。人権破壊絶対反対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 。労働法制改悪反対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 。生活破壊絶対反対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 。安倍政権の暴走を止めよう。安倍政権の暴走を止めよう。みんなの力で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 暴走を止めよう。安倍政権をみんなで倒そう。安倍政権をみんなで倒そう。戦争したがる総理はいらない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 。戦争戦争法の発動を止めよう。戦争法の発動を止めよう。戦争反対。戦争反対。九条壊すな。九条壊すな。戦争反対。戦争反対。九条壊すな。九条壊すな。通常国会始まりますけど、みんなで頑張ろう。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 ありがとうございました。ありがとうございます。それでは国会議員の皆さんが到着しています。到着順で紹介させていただきます。まず最初に社会民主党社会民主党社会民主党参議院議員の福島美蔵さんです。お願いします。
ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島みずほです。いよいよ今日から国会が始まりました。この国会、戦いの国会にしようではありませんか。この国会を安倍政権の退陣をさせる、そんな国会にみんなの力でしていこうではありませんか。まずはじめに防衛予算案が非常に多い、補正予算も入れれば5兆2957億円、安倍総理の2012年の4兆7138億円から約 9% も拡大をしています。こんな防衛予算の拡大、おかしいと思いますが、皆さんどうでしょうか。給付型奨学金は始まりましたが、まだ本当に微々たるものです。小中高の公立学校の給食の無償化、4227億円で可能です。国立大学の授業料入学金無償化、3315億円で可能です。皆さん、防衛予算の拡大ではなく、社会保障や子どもたちのために、人々のために税金は使われるべきではないでしょうか。社会保障的政策の実現、それをしっかりみんなで実現をしていきます。安保関係法の施行が行われましたが、南スーダン PKO 駆けつけ警護なんて論外です。今年は憲法が施行されて70年目になります。戦後70年間続けてきました。人を殺し殺させない、そんな戦後、私たちは、人々は、日本人は70年、80年、90年、100年と続けていこうではありませんか。そのことを阻む安倍内閣は退陣をしなければなりません。日本の軍事化が急速に進もうとしています。辺野古、高江、そして南西諸島で自衛隊配備とオスプレイ、自衛隊配備とミサイル防衛計画が進んでいます。宮古の市長選、今度の日曜日です。私は去年12月宮古石垣島に行きました。そしてまた奄美大島に行こうとしています。この3つが自衛隊配備と、そしてミサイル防衛計画があります。もう一度沖縄を戦場にする気かと思いますが、皆さんどうでしょうか。こんな軍事化を私たちは認めてはなりません。防衛予算の拡充しかり、そしてオスプレイが日米合わせて51機沖縄の空を、日本の空を飛ぶ、こんなことやってオスプレイ落ちたらどうなるのか。実際沖縄でこの間オスプレイが墜落をしました。オスプレイは沖縄でも日本でもどこにでもいらない、そんな運動を一緒に作っていきましょう。私は明日木更津に行きます。どこにも関東にもいりません。そして産学研究費が倍増する、軍備、まさに武器輸出で金儲けをする、こんな品性も倫理観もない安倍内閣に退陣を迫っていこうではありませんか。皆さん、今国会にはホワイトカラーエクゼンプション、残業代をゼロにする、労働時間規制を一切なくする、そんな法案が継続をしております。電通の高橋まつりさんが過労自殺死に追い込まれ、たくさんの人が健康を害したり死に追いやられている、そんな状況で労働時間規制を一切なくする法案など論外ではないでしょうか。ホワイトカラーエクゼンプションを廃案にする、通常国会にします。そして共謀罪です。話し合っただけで犯罪が成立する、
治安維持法、現代の治安維持法ではないでしょうか。数をこの共謀罪の対象を減らそうか何しようか、この法案の根本的な問題は変わりません。私たちは基本的に既遂でなければ処罰をされない、重い犯罪だけ未遂と予備が処罰をされます。殺人予備、強盗予備、放火予備です。でも共謀罪はこの予備よりずっと手前の話し合っただけで犯罪が成立します。組織的威力業妨害罪も建造物損壊罪も窃盗罪も入っています。建造物損壊罪、組合が壁にたくさんポスターを貼ろう、これだって建造物損壊罪と言われかねません。まさに予備も未遂もない、あ、ごめんなさい、未遂も予備も建造物損壊罪が処罰されないのに、なぜ予備が処罰をされるんでしょうか。沖縄で山城博一さんたち去年1月にブロックを積んだことで威力業務妨害罪で11月逮捕、起訴、そして12月に起訴になって未だ拘留中です。共謀罪、組織的威力業務妨害罪が入っています。脱原発で、原発立地で、あるいは基地反対で座り込みしよう、ブロックを積もう、話し合っただけで組織的威力業妨害罪、組織的威力業妨害罪が成立をしてしまいます。こんなの市民運動や労働組合運動への弾圧ではないでしょうか。共謀罪を許さない、これは何党に関係した問題ではありません。でも民進党、社民党、自由党、共産党、みんな反対です。野党共闘は選挙でもやります。そしてこの共謀罪を国会に出させない、ホワイトからエクゼンプションを廃案にする、もっと未来に子どもたちに、人々のために税金使え、そして安倍政権を倒すために安倍政権の退陣求めて、野党共闘、人々とも共闘、そして保守の人々にもたくさん脱原発を含め、私たちは働きかけ大きなうねりを作っていこうではありませんか。衆議院選挙、野党共闘で頑張ります。そして韓国で人々の力でパク大統領辞任で追い込んだように、人々の力で、みんなの力で安倍政権を選挙以前に退陣に追い込んでいこうではありませんか。そのことをやる国会で、国会の内外で力を合わせ、民主主義をまさに実現していく、そんな国会にしたいと思います。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございます。福島さん、ありがとうございました。続きまして日本共産党参議院議員の井上聡さんです。お願いします。皆さん、寒い中とお苦労様です。憲法施行70年の年の通常国会が始まりました。日本共産党の参議院の国会対策委員長の井上聡です。12時から始まった衆議院本会議も終わりまして、今衆参12人の国会議員で参加をしております。今度の国会を市民と野党の共闘一層広げて、安倍政権の打倒、そして憲法を生かす新しい政治の流れを作るために全力を挙げます。一層力を合わせようではありませんか。この国会で政府が狙う共謀罪、今も詳しいお話がありました。犯罪行為になってなくても話し合い計画だけで罰する、まさに国民の思想や内心を処罰する違憲立法と言わざるを得ません。皆さん、現代版治安維持法ではありませんか。菅官房長官は国民の批判の前に、一般の方々が対象になることはありえないとごまかしております。しかし皆さん、あの治安維持法の時どうだったのか。1925年の新聞で当時の警視庁はこう言ってるんです。世間の人が心配するほどのものではなく、
この法のために今の社会運動が抑圧されることはないだろう。皆さん、これがいかに嘘ばっちゃったか。思想の弾圧、人権抑圧に使うとではありませんか。ごまかしの説明まで一緒なんです。とんでもない。歴史を繰り返させてはなりません。現代版治安維持法はみんなの力で葬り去ろうではありませんか。今やるべきことはこんな違憲立法ではありません。憲法に基づく政治を作ること。違憲の戦争法は発動部隊化許さず廃止に追い込むことではあります。とりわけ南スーダンの PKO です。危険な駆けつけ警護などの新任務が付与されました。政府は世界中が内戦だと言ってるのに内戦と認めません。戦闘ではなく衝突だと言ってるんです。危険を危険と認めない、これほど危険なことはないんじゃないでしょうか。そして皆さん、今南スーダンの政府軍が宿営地への襲撃とか国連への妨害やってるんです。自衛隊が駆けつけ警護をやればその相手は政府軍だった。こうなればいよいよ憲法違反の武力行使、その深刻な危険が迫っております。皆さん、戦後初めて日本の自衛隊が殺し殺されるという現実に直面しようとしている。絶対に許すわけにいきません。しかも12月に特連安保理は南スーダンへの武器輸出を禁止をするという決議案を準備しました。トモローに日本政府がこれに反対して廃案にしてしまったんです。どうにもならない。その理屈は南スーダン政府を刺激したくないということでありました。しかし本音は受け入れ国の合意が安定的に維持されているというこれまでの政府の説明が崩れてしまう、これが本音なんです。皆さん、自衛隊の派遣を続けるために国際社会が深刻な大虐殺を抑えるための努力すら妨害をする、これほど本末転倒はないではありませんか。こんなことは許さずに南スーダンからの撤退、新任務の付与をやめること、これを必ず実現をしたいと思うんです。皆さん、こうした安倍政権の暴走、暮らしの問題でも沖縄の問題でも本当にひどい、これを止める力はどこにあるのか。市民と野党の共闘しかありません。私たちはおとついまで党大会を伊豆で行いました。この党大会には民進党の安住代表代行、自由党の小沢代表、社民党の吉田党首、そして沖縄の風から糸数代表も来てくださいました。総分かり行動から福山共同代表も来てくださいました。心からお礼を申し上げます。皆さん、それぞれから市民と野党の共同を一層広げようという挨拶をいただきました。そしていろんな政策の違いも真摯に話し合えば必ず前向きの合意ができる、こういうことも確認をできました。皆さん、こういう共同が広がったその力はまさに皆さんの力があったんです。大会では三原連のミサオ・レッドルフルさんもご挨拶いただきました。自分たちのこの路上での流した血と汗を政党は組み上げてほしい、こういう挨拶でした。それを組み上げてきたからこそこういう共同の前進があった。もっともっとこれを前に伸ばして、必ず今度の国会で安倍政権だと新しい政治の流れを作り出すために皆さんと一層スクラムを組んで頑張り抜きます。ご一緒に頑張ろうではありませんか。ありがとうございます。井上さん、ありがとうございました。それでは続きまして、民進党参議院議員福山哲郎さんです。お願いします。皆さん、お疲れ様でございます。参議院を接かっております、福山哲郎でございます。噺家ではありません、政治家でございます。今日は国会初日ということで、地元が私京都なもんで、着物で参りました。
本当に寒い中、多くの皆さんにこの国会初日に集まっていただいてありがとうございます。昨日19日は安保法案、9月の19日、一昨年から17回目の19日になります。私京都でも、選任委員会の皆さんと一緒にマイクを持たせていただきました。そして昨日も国会の前にたくさんの皆さんがお集まりをいただいたと聞いております。安保法制のひどい審議から17回目の19日が来ているわけですが、いまだに国民の皆さんの安保制おかしいという議論は、静かになるどころかおかしいという声がさらに広がっていると私は感じています。ぜひその運動、その力を我々と共にこの国会また続けていきたいと考えております。2つ目はこの国会、共謀罪の話が出てまいりました。特定秘密、そして安保関連法案、そして共謀罪、こういったものをやっぱり許してはいけない。今回何としても止めていく戦いをしていきたいと思います。そして3つ目は労働法制でございます。野党4党で昨年の臨時国会で長時間労働を規制する法律を出させていただきました。あれ、電通のですね、あの事件がなければ、ひょっとしたら昨年の臨時国会で安倍政権は残業代ゼロ法案を無理やり年金カット、カジノ、TPP に次いで無理やり強行採決をしてきたかもしれません。今働き方改革と政府は言っていますが、本当のところは本音はどうなのでしょうか。そのことをしっかり詰めていくのもこの国会の大きな役割だと考えています。そして私、年始に衝撃的なことを聞きました。私の地元の京都の話なんですが、ある給食を作っている職員の方から聞きました。京都でも実は子どもたちがご飯だけを持ってコンビニに行って、コンビニのあのおでんの汁をくださいと子どもたちがコンビニにお願いするような、そういう子どもたちが一人や二人ではないという事実を聞きました。国民の生活はアベノミクスで潤ってないのはもう明らかでございます。アベノミクスの失敗をしっかりと、これも国会の論戦で明らかにし、国民の生活をしっかり豊かにするための議論をしていくことも、私はこの国会としては重要な役割だと思います。結びに、他にも課題はたくさんありますが、天下りの問題がまたぞろ出てまいりました。このことについてもしっかりやっていかなければいけないと思います。国会での野党の協力はもちろんのこと、これからも安倍政権をしっかり向き合い対峙をしていくために、我々しっかり協力していくことをお誓い申し上げまして、国会冒頭における私のご挨拶にさせていただきたいと思います。本当にお疲れ様でございます。ありがとうございます。頑張ろう。福山さん、ありがとうございました。続きまして、自由党の衆議院議員、玉木デニーさんです。お願いします。皆さんお疲れ様です。自由党の、衆議院議員玉木デニーと申します。私からも、一言お話をさせてください。福山先生は着物でスタジオに上げられました。いいですね。私も沖縄らしくカリーシュウェアだと思ったんですが、昨日22度の沖縄から東京に上がってきて、人一倍寒がり暑がりわがままな玉木デニー、このように、全然色のないスーツ姿ではありますが、国会の中では自由党もしっかり自らの色を出して皆さんと共同で頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今宮古島市では宮古島市長選挙が行われています。まあ、残念なことに我が方も相手方も候補者が統一できず、4人で市長の議席を争うという、そういう選挙戦にはなっておりますが、しかしその最大の争点、実は宮古島市の市民の皆さんの生活の問題もさることながら、自衛隊の陸上自衛隊のミサイル部隊の配備について市の行政当局が市民にその協議の内容や、あるいは手順を踏まずに一方的に進めているという、まさに国におんぶに抱っこの状態で誘致しようとしているという、その問題が問われています。国会でも多くの国民の声を無視するように安倍政権はこの間
強行採決を続けてまいりました。しかし強行採決を続ければ続けるほど多くの国民の皆さんのしっかりと覚醒させるその大きな力になったことは皮肉ではありますが、皆さんと共にその力をしっかり結集して頑張っていこうではありませんか。私たちも一生懸命取り組んでまいります。今国会でも先ほど来話があります通り、国民の生活が第一という皆さんの、そして我々の共に希望を掲げるその炎を強風で吹き消そうとしているのが安倍政権です。私たちはその強風に立ち向かい、そしてどんなにその圧力が押しかかってこようとも必ず声を上げ続け、行動し続け、連帯のその力を緩めずに頑張っていくことを改めて誓いたいと思います。今国会も共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。玉木さん、ありがとうございました。それでは最後の発言となります、沖縄の風の参議院議員糸数恵子さんです。お願いします。失礼いたしました。伊波洋一さんです。お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。参議院議員の沖縄の風の伊波洋一でございます。昨日は代表の糸数恵子が参議院議員からご挨拶をさせていただきましたが、本日は私の方からご挨拶をさせていただきます。戦争法の廃案や安保法案の廃案、安保法の廃案、そしてまた共謀罪の掲げて、このように昨日今日と、国会の前での取り組み、ご苦労様でございます。私たちも国会の場で皆さんと共に連帯をしながら、戦争法の廃案、そして共謀罪のということをしっかりと実現をしてまいりたい、このように思います。私は昨年7月の参議院選挙で当選をさせていただきましたが、その当選をした翌日から辺野古では基地建設が始まりました。皆さんもご承知の通り、多くの機動隊が沖縄に派遣をされ、そして自衛隊ヘリまで動員をされて基地作りが行われました。そしてまた今年は辺野古の新たな新基地建設が再開をしようと、このように取り組まれています。まさに沖縄は宮古島でも石垣島でも自衛隊基地が建設をされようとしておりますが、今日本が向かおうとしている戦争のできる国へ真っ先に基地建設が行われている、こういう実感を持っています。しかし皆さん、基地建設は沖縄だけではありません。全国各地でこのような基地強化が行われている、こういうふうに実感をしながら沖縄の戦いを取り組んでいます。今のまま戦争法のままこのように日本が歩めば、いつか来た道を本当にひた走る日本になってしまうのではないかという懸念が多くの沖縄県民にあります。その沖縄県の県民の中で、私7月に参議院になりましたが、それまでに、全ての小選挙区1区から4区まで私たちの代表、戦争 の代表が当選をし、今国会に来ております。まさに沖縄の民意は皆さんと一緒でございます。どうして沖縄でできて他のところでできないんでしょうか。昨年の参院の1、2区で多くのところで私たちの声をしっかり伝える国会議員を誕生させました。同じようなことをいよいよ来たる衆議院選挙におきまして、統一ってやはり共闘でその声を出していく、このことが今求められているこの1年ではないかなと、このように思います。皆さんと共にこの国会の戦いをしっかり戦いながら、安倍政権退陣に向けて頑張っていこうではありませんか。一緒に頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。伊波さん、ありがとうございました。それでは今日お越しいただいた国会議員の皆さんに熱い連帯の拍手をお願いします。今日から国会始まります。共に頑張ろう。本当に連日の報道で本当申し訳ないんですけれども、カンパ隊のスタッフが袋を持って回りますので、カンパよろしくお願いします。それでは続きまして、主催者挨拶を選議委員会から福山慎吾さん、お願いします。
ただいまご紹介をいただきました戦争させない選任会の福山であります。本当に寒い中ご結集ありがとうございます。続々お集まりをいただきました。昨日は3000人の方々が安倍の暴走を止めるんだということで集まりました。今日はもう500名を超える方々がご結集をいただいております。本当にありがとうございます。私たち総掛かり行動実行委員会は2年間戦い続けてきました。そして今年で3年目になります。全力でもって今年こそ安倍政権を打倒するんだ、本気で打倒するんだという決意を固め合いたいと思います。安倍の政策というのは先ほどからいろいろ出されておりました。世論に国民に支持をされているだけ、支持をされているわけではありません。多数派は私たちと同じように安倍政権の戦争推進政策、アベノミクス、沖縄での振る舞い方、また原発を再稼働していく安倍の政策支持をしているわけではありません。私たちが戦いを大きく組み立て上げれば安倍を追い詰め打倒することは可能であります。今年こそ皆さん方と一緒になってそうした戦いを作り上げたいと思います。昨日孫崎さんのお話を聞かせてもらいました。彼はこう語っておりました。安倍から日本と民主主義平和を取り戻すんだということでありました。それともう一つは韓国のあの民衆の戦いのように日本の戦いも大きく高揚させる必要があるというふうに話しておりました。私たちもその通りだと思います。韓国の民衆が戦ったように私たちも大衆運動を大きく高揚させ安倍政権をぜひ抗議をしたいと思います。国会が今日から6月の18日まで行われます。国会の中で何が語られどういうことがされようとしているのか、先ほど野党の皆さん方から提起がありました。最大の焦点は共謀罪であり、また防衛予算を大きく膨らました2017年度の予算だと思います。さらに労働法関連の改悪もあります。私たちは院内の野党と連携をして全力でその3つについて頑張って潰していきたいと思います。それと総掛かりとして今年1年何をやるのかということについて簡単に提起をしたいと思います。一つはやっぱり戦争法案関連で南スーダンに派兵をした自衛隊を直ちに引き上げさせる、そういう行動を行いたいと思います。そのために19日の日の行動は今年も毎月やっていきたいと思いますのでご結集をお願いしたいと思います。それと2点目は先ほどお話もありましたけれども、アベノミクスの中で貧困と格差が拡大をし続けています。子どもたち、あるいは学生たち、あるいは非常勤や臨職だということできっちりと雇用と賃金権利が保障されてない労働者たちがたくさんいます。私たちは総掛かりで確かに大きな運動を作り上げてきた。だけど本当に貧困だ、差別だ、今生活で苦労している方々とどれだけ連帯できたかというと、いくつか課題が残されていると思います。2月の19日には貧困格差、そこで苦闘している人たちと連帯をするということでの集会も予定をしております。ぜひご結集をお願いをしたいと思います。それと2点目でありますが、糸数さんや伊賀洋一さんの方からお話がありました沖縄の課題であります。沖縄で安倍は何をやってるのか、自公政権は何をやってるのか、私たち分かってますよね。
安倍の暴走が止まらない理由も分かってますよね。東京で本土での戦いがまだまだ弱いからです。沖縄では知事を先頭に大奮闘で戦いが行われています。私たちも連帯しましょう。そうだ、先ほど少しお話がありましたけれども、沖縄の戦いのリーダーの一人の山城さんは10月の17日に不当逮捕、不当拘留をされて今に至っています。90日拘留されたままであります。彼の基礎事実というのは一体何なのか、全部機材です。それもでっち上げられたと言えるような微罪ばかりであります。こんなこと許せるのか。運動の中心に座っている人を逮捕して拘留をして運動を潰す、こんなことを絶対許せません。ぜひとも早期に直ちに釈放されるよう皆さん方と連帯をして頑張りたいと思います。署名運動も今行っています。ぜひ協力もお願いをします。合わせて沖縄への辺野古における基地建設、本格的に政府がやろうと始めます。3月4月沖縄の仲間と連帯しての戦いをぜひ作り上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また原発のトップ課題でもそうであります。再稼働あるいは福島の切り捨て、彼らはやろうとしています。私たちは安倍の悪行が至るところで行われています。その場その場で多くの戦いがあります。彼らと連帯しての取り組みを評価をしたいと思います。そして最後であります、先ほどから選挙の話がいろいろ語られました。比嘉吉さんの方からもやっぱり野党共闘で沖縄のように日本全国で戦ったらどうですかという提起もありました。私たちはやっぱり野党共闘で野党が連携して選挙戦もやらなければ自民党には勝てないと思いますよね。自民党ってのはそう弱いわけではありません。確かに自民党を支持してきた諸勢力も多く大きく揺らいでるのも事実であります。しかし野党がバラバラで戦ったんでは自民党に勝てないと思うんですよね。やっぱり野党が本気で連携をして戦うんだ、それぞれの個別野党の利害ではなくて日本の平和だ、民主主義だ、憲法を守るんだ、原発のない社会を作るんだ、そういう政策で一致をして全国で野党共闘での選挙体制を作り上げれば我々は勝てると思います。そうだ、私たちの運動も野党も負け続けるために取り組みをやってるわけじゃないですよね。勝つために安倍政権を打倒するために私たちは頑張ってるんだと思います。私たちは安倍政権を打倒するために頑張りましょう。2017年頑張れば勝てる、そういう自信を持って頑張り合いをしたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。福山さん、ありがとうございました。続きまして連帯挨拶をに移らせていただきます。この後2時から参議院の講堂でも行われます共謀罪反対の院内集会ですけれども、そこから秘密保護法廃止へ実行委員会から斉藤雄一弁護士です。お願いします。皆さんこんにちは。弁護士の斉藤です。今日はですね、国会の開会初日ということで我々のですね、共謀罪の新設を絶対に許さないぞと、そういう声を国会議員の人たちに、届けたいというふうに思います。で、この間ですね、政府、が宣伝している共謀罪が必要だという話にはですね、いくつもいくつも、嘘、偽りがあります。これを一つ一つ挙げてきちっと批判してみたいと思います。まず第一にですね、これはテロ対策の
法律なんだというふうに今政府は説明しています。しかしもともとですね、これは、国連の組織犯罪防止条約を批准するための、法律だというふうに言われていたんです。で、国連の組織犯罪条約というのは実はこれはテロ対策ではありません。はっきり条約の中に書いてある。これは経済的な組織犯罪、マフィアなどの組織犯罪に対応するための条約だったんです。で、そういうこういう説明は2007年までは全くしていませんでした。政府はそれがだんだんこういうふうに変わってきているという、非常にそこがまずおかしい。じゃあ日本にですね、テロ対策が不十分なのか。これはですね、国連から見てもですね、日本のテロ対策はしっかりやられていると思います。国連が作っているですね、13、14ぐらいだったと思いますが、国連のテロ対策のための条約は日本は全て批准しているんです。それ国内法化している。サリンをまいたり、化学兵器を使ったり、核物質をばらまいたりとか、ハイジャックとか、すべてにわたってですね、条約に対応した法律制度はできている。したがって、テロ対策で欠けてるものがないなどということは、どこからも言われていないんです。組織犯罪の防止条約の批准のために、重要な組織犯罪について、未然に防止できる制度があるかどうかだけが問題だったはずなんです。これが2点目。で、3点目はですね、今回組織犯罪集団の関与ということを要件にしました。したがって普通の人は、普通の人って何でしょうかね、僕ら普通の人じゃないでしょうかと思いますが、普通の人は対象にしませんというふうに、今日も法務大臣がおっしゃっているそうです。我々はですね、我々も普通の人だと、顧問マンだと思ってるんですけれども、確かにですね、政府から見ると政府の言うことを何でも言うことを聞いてくれる人が普通の人で、政府のやろうとしていることに反対的に言うのは普通の人じゃないのかもしれません。しかしですね、この組織犯罪集団というのはですね、暴力団とかマフィアなんかに限られないんです。その団体が共同の目的として懲役4年以上の600以上の犯罪のどれかを実行しようとしたら、それが組織犯罪集団になってしまうんです。トートロジーなんです。団体が何か犯罪を目的にしたら、それが組織犯罪集団だって言ってるだけなんですね。これで制約になるでしょうか。一切制約になってないと思います。その団体、個人がやった時だけは対象になりませんけどね、団体的な性格を帯びている犯罪だったら全部対象になるということ、これがごまかされている。この点非常に重要な 点だと思います。それから今回のですね、犯罪の名前をテロ等準備罪と名前付けました。テロっていうところも間違いなんですが、準備罪っていうのも間違いです。準備罪と共謀罪は違います。共謀罪っていうのは犯罪を合意したときに成立する。そして、準備罪とか予備罪っていうのは、それが実現する具体的な危険性を帯びる行為が行われたときに予備罪になるんですね。例えば殺人予備罪っていうのは凶器を準備した段階で成立すると言われています。しかし今回の準備のためにする行為というのは、それよりうんと前でいいんです。2人で相談したけど3人目にメールを送ったとかですね、何かその買うためにまずお金を下ろしに、ATM に出かけたとかですね、何でもいいんですよ。その合意がされたことそのものを立証するような何かの出来事があればいい。しかもそれも犯罪の構成要件ではないんです。いわゆる処罰条件というふうに呼ばれているものでですね、これは、犯罪の要件にかというふうに言ってますけど、これは、起訴状にも書かれない、むしろ冒頭陳述書の方にしか出てこないような、そういうものとして、準備というものをつけた。したがってテロ等準備罪というそのネーミングそのものが嘘だということになるわけなんです。このようにですね、この、共謀罪に関してはあまりにも嘘が多い、あまりにも嘘が多い。で、今最後の嘘を言いますとですね、今自民党と公明党との間でですね、修正協議が行われていて、重大な犯罪をですね、676懲役、長期4年以上の刑の犯罪があるんですが、それを半分ぐらいまで減らすんだと、そういうことが行われて大幅な修正がされるなんて、そういうことが言われてますが、これもですね、とんでもない嘘なんです。それはこれはですね、2006年の段階で政府、当時与党ですね、与党の第3次修正案で300になってたんです。それをまた600にして、またそこからなんかやってみせてるって、
これ茶番じゃないでしょうか。今やってる、ね、自公の協議っていうのは完全な茶番なんですよ。これで実はその後2007年の自民党の小委員会案が140まで減らしたのができてたんですよ。一旦140になったものを676に戻して、少し最初50減らしましたとか言ってですね、今度は300減らしました。でまだその2007年の段階に行き着いてないんですよ。これが茶番でなくて何でしょうか。そうだ、本当にひどい。もうでしかもこの茶番の自治体をですね、マスメディアがたくさん来ていただいているなど文句言っていけないんですけれども、マスメディアがちゃんと正確に報じてくれない。ぜひ私生出演させていただいてですね、検閲なしの状態で今のようなことを話させていただきたいなというふうに思っております。そういうことでですね、とにかく今日もっと詳しい話を2時から4時まで、もともと衆議院の第二議員会館で言ってましたが、今日はこんなたくさん人が来ていて、このうちほとんどの人が来てくださるんじゃないかというふうに言ってますが、参議院の報道を埋め尽くしてですね、我々の共謀罪に反対するという声を国会にはっきり伝えていく、そういう場にするために、私だけではなくて、民主党の議員で共謀罪と果敢に戦って、その後法務大臣になったところになんとか共謀罪を作らないで条約を批准しようということで最後まで頑張ってくれた平岡秀夫さん、元法務大臣の平岡秀夫さんも、駆けつけてくれて、きちんとした、報告をしてくださる予定になっています。そういう非常に有意義な中身の、院内集会にしていきたいと思いますので、お時間のない方は仕方ありませんが、お時間のある方はぜひともですね、参議院の行動、そこですね、参議院の行動で、2時から4時までやりますので、ぜひご参加をよろしくお願いいたします。どうもご清聴ありがとうございました。海田さんありがとうございました。2時から参議院の行動です。ぜひお集まりください。お願いします。それでは最後です。行動提起を、共同センターから米山さんお願いします。国会大会議行動にご参加の皆さん、本当に寒い中、今日は600人を超える方々にお集まりいただきました。本当にご苦労様です。この皆さんの熱気を安倍政治の暴走は許さない、安倍政治を退陣へと、この行動のエネルギーに変えていきましょう。そして国会内外で奮闘する決意をまず皆さんと共に固め合いたいと思います。行動提起は先ほど主催者の挨拶とも重なりますので手短に行いたいと思います。自民と野党の共闘をさらに強めることこそ安倍政治を終わらせる道です。この市民と野党の共同さらに進めていきましょう。そして憲法、戦争法、沖縄、社会保障、労働などそれぞれの切実な要求で国会行政や宣伝を広げ、戦争する国ではなく暮らし雇用を守れ、みんなのために税金使え、安倍政治許せない、この声を広げていきましょう。国会に署名を積み上げていきましょう。共謀罪につきましては、先ほどもありましたように午後2時から参議院で院内集会が行われます。こういう一つ一つの取り組みを力に、共謀罪国会に出させない取り組みを急いで強めていきましょう。総掛かり行動実行委員会は戦争法を廃止、南スーダンからの撤退を掲げ、今後も19日行動を重ねていきます。2月19日には戦争法を廃止とともに貧困格差を焦点にした集会となります。周りの方々にも広げながら、こうした一つ一つの取り組みを成功させていきましょう。今年は憲法施行70年の年、世界に誇る日本国憲法を絶対に変えさせてはなりません。命と暮らし、民主主義をないがしろにする安倍政権を、市民と野党の共闘、みんなの力で一日も早く退陣に追い込みましょう。その取り組みを全国で巻き起こしていく
そういう決意を確認し合い、行動提起とさせていただきます。共に頑張りましょう。どうもありがとうございました。本日600人ということでした。そういうのもお疲れ様です。それでは最後にコールを行って、頑張ろうの決意を、固められたいと思います。それでは山本さんお願いします。戦争法の発動を止めよ。戦争法の発動を止めよ。憲法破壊絶対反対。憲法破壊絶対反対。安倍政権の暴走を止めよ。安倍政権の暴走を止めよ。みんなの力で暴走を止めよ。みんなの力で暴走を止めよ。安倍政権をみんなで倒そう。安倍政権をみんなで倒そう。戦争反対。九条を壊すな。戦争反対。未来を壊すな。戦争反対。生活壊すな。戦争反対。憲法壊すな。共謀罪の新設反対。思想抑圧絶対反対。配信頑張ろう。
ありがとうございます。今日は雪の降る中、本当に寒い中お疲れ様でした。この後2時から報道で、参議院の報道でさ、共同団体みんな集会があります。本日の集会の参加者は600人でした。普通じゃない600人にされないよう、普通じゃない政府を倒してまいりましょう。お疲れ様でした。